今年9月の世界陸上、来年8月の北京に向け、世界一層の厚い日本女子マラソンの精鋭たちが 42.195 キロ、はるか先に待っている確かなものをつかむために、自分のためにスタートしました。さあ依然として2人が速いペースでレースを引っ張っています。29キロで原が出ました。29キロを通過したところ、原が一気に勝負をかけています。渋谷なんですが、 33.9 キロ付近で一旦止まりました。止まりましたか。大声援に送られて、京セラ原由美子がこの長井陸上競技場にトップで帰ってきました。今原フィニッシュ、2時間23分47秒。